阿仏に本源寺物語とは、阿津にによって著者されたと伝えられている、源氏物語の写本である。阿物に筆、源氏物語、伝野阿物に筆、源氏物語などと呼ばれたり、それぞれの時代の所有者の名前から、紀襲家本、源氏物語、高木本源氏物語、東洋大学本源氏物語等と呼ばれることもある。源氏物語の本文を研究する上で非常に、 重要な写本でありながら、かつてわずかに調査されただけで、行方不明になってしまったため、幻の写本などとも呼ばれていた。現在そのうちの母木に一条だけが、東洋大学附属図書館に所蔵されており、これほど数奇な運命をたどった伝本を知らないなどと言われている。阿物にとは、源氏物語の本文について、青表紙本を定めた藤原定家の息子。 藤原ため家の後妻であり、歌種や、伊ざよい日記などの作者としても知られる、鎌倉時代の代表的な女性歌人、女性作家の一人である。阿仏には、ため家の妻となって以後夫のため家と共に住んでいた、邸宅においては、女主人と呼ばれており、そこで、ため家が、飛鳥カイマらに、源氏物語についての公釈などを行っており、その様子は、飛鳥カイマによって記された。 佐賀の通いなどに描かれている。夫の死後その財産相続をめぐる訴訟のために鎌倉へ赴いた際には河内学派を打ち立てた源の近行きらと源氏物語の解釈などについて対等に議論を交わすなど、生前からその源氏物語に関する見識は尊重されていた。藤原邸家の父、藤原春税から始まる巫女左やため、 家の子から始まる冷静家において直線集などに歌を残した才女は少なくないが現在冷静家において歴代の男性の当主と並んで演技が営まれている女性は阿物にただ一人であるなど現代でも冷静家に関わる女性の中でも別格の扱いを受けている歌種やいざよい日記などの阿物にの作品が源氏物語の影響を強く受けていることは古くから 様々な点において指摘されており、阿物義自身もその、娘きないしに送った、阿物の文の中でも優れた女房であることの条件に、古今和歌集、新古今和歌集に通じるとともに、源氏物語に通じていることを挙げている。ただしこの、阿物の文については、原型は、阿物義が作成したと見られるものの構成に手を、加えられたものもあるらしく現在では、 内容の異なるいくつかの写本が存在しており、この記述の存在しない写本も存在する。そのためこの記述を阿仏二自身が書いたのかどうかについては、異論も存在する。阿仏二の手による、源氏物語の写本が存在することは、古くは、氏名称、現中裁秘書らに触れられている。ただし、本写本の南北朝時代から室町時代にかけての所在は、 一切不明である。この写本が、伏見の宮家に伝えられていたことから、阿仏にや明日香今沙織の時代に、伏見天皇に献上されたか、ないしは、後に、霊勢や、もしくは、飛鳥家から、ゆかりの伏見の宮家に献上されるのではないかとも、考えられる。本写本は、江戸時代以来、紀州徳川家の元にあったため、紀州家本、源氏物語、紀州徳川家急蔵本、 源氏物語等とも呼ばれていた。21世紀に入って、本社本の現物に対する詳細な調査が行われるまでは、本社本は代表的な河内本とされている、尾張徳川家に伝えられていた、美州家河内本、源氏物語などと同様に、徳川家康から、その死後も三夜に譲り渡された、いわゆる、駿河御譲る本の一つであると考えられていた。 しかし本社本の上書きの表書きによって、本社本はもともと、伏見宮家に伝来していたものであり、それが1657年、伏見宮貞清新郎の娘康、宮照子が、紀州徳川屋第二代藩主、徳川光貞のもとに降下した際に嫁入り、道具の一つとして、紀州徳川家に持参したものであることが、明らかになった。本社本は、明治時代に入ってからは、 紀州徳川家が東京を麻吹く飯倉に設けた南青い文庫の中に置かれ、研究者に対しても広く公開されていた。この時期とされるに、佐々木信綱及び武田雄吉によって、活字本に行為を書き込む形での調査が行われ、いわゆる武田競合本が作成されたと考えられる。山岸徳平は、この武田競合本を三谷栄一を介して借用したとされ、 山岸祭六本を作成した後、これをもとに、いくつかの研究を発表している。関東大震災の後、南青い文庫の管理が困難になったこと等から、この時の当主である徳川寄道によって、この文庫に含まれていたほとんどの書籍は、東京帝国大学に帰宅され、東京帝国大学図書館の南青い文庫に所属することになったが、 本社本はその中に含まれていなかった。後に明らかになったところによると、本社本は当時この文庫の司書を務めていた文献学者の高木文の管理下にあり、数冊がサンプルとして猿研究者に対応され、返却された後はこれらが高木の所蔵となっていた。そのため本社本は高木本源寺物語の名前で呼ばれることもある。その前後、社本本体は、 1927年4月の奇襲家、所蔵品の一度目の売り立ての際、当時、横浜在住で、後に神戸オリエンタルホテルに長期間居住したことで、知られる、英国籍のインド人貿易商にして、和時計と薪絵収集家のモーデの手に渡った。池田機関は、モーデは写本そのものに興味があったのではなく、写本が入っていた、タンス箱に描かれた薪絵に関心があったと記している。 本社本がモーデの手にあった時期に池田機関はモーデに対して社本の調査を願い出たが手紙を出しても返事ももらえずにいた。ようやく1930年に許可が得られ松田竹を伴って大阪での平瀬本の調査の直後その足で神戸に赴いて面会を求めたがモーデの気まぐれから会うことも叶わず結局 極めて屈辱的な扱いを受けた上に調査することができなかったことを後年回想している。モーでは戦時中当局によって軟禁状態に置かれたまま1944年2月に死去した。池田機関はこの写本について戦火を免れたのだろうか、今どこにあるのだろうか、と述べている。 これに対して、山岸徳平はこの写本を、あるところから聞いた情報として、大阪か神戸の住友銀行の倉庫にあるらしいと、述べていたが、以降のことは不明であった。最近、その後の詳細が、久保木秀夫の調査によって、ようやく明らかとなった。久保木によると、1944年2月の猛での、死去後、適正資産として、住友銀行が管理し、 森本倉庫に置かれていたが、1945年の神戸大空襲で怪人に返したであろうと推測している。この幻の写本は、戦後から1990年代に至るまで、武田祐吉、三谷栄一、室伏晋介、伊藤成といった様々な学者によって、長年この写本の行方を追い求める努力は続けられたが、その行方は明らかにはなっていなかった。 2002年時点での伊藤なりによる本文研究の論文にも現在の所在は不明との記述がある。ところが、それより30年以上前、1966年5月に開催された古書店に東京本郷の古書店、林道各書店が出品した母木木き一条のみの源氏物語の古書本を当時東洋大学教授であった吉田光一が見出し、 東洋大学附属図書館が購入して、その書像とした。この、母木木巻一条のみの源氏物語の古写本こそが、高木文化像となって、難を逃れた、まさに、幻の写本たるでがぶ日本の中の一冊なので、あった。この写本が、東洋大学の書像になって間もなく、かつて、池田機関文化生にして、源氏物語を中心とした、中古文学の専門家であり、 同大学の教授であった石田上二に,による簡単な調査報告が行われていたものの、この報告が掲載されたのが、図書館ニュースという基本的に東洋大学の学内でのみ配布されるだけの出版物であったことから、当時の学会の反応はほとんどなかったという状況であって、一般の現地物語の研究者にはこの後も長く知られないままであった。 石田城には時期を見て本社本の詳細な調査をするつもりであったらしく、その後名有本母木木巻の本文分析を行った論文を自身の論文集に収録した際に付記した後期に、名ほ母木木の巻については、紀州徳川家久蔵の伝阿物に筆本を調査する機会があった。純度の高い青表紙本で本論の記述を補強すべき材料に富むが、 この本の紹介は別の機会に譲りたい、と述べている。しかし、石田城には、その作業に取り掛かることのないまま、1995年に東洋大学を退職し、2003年5月に死去してしまったため、本社本は、所蔵先からも、すっかり忘れ去られた存在になってしまっていたようである。しかし、1990年代半ば、東洋大学の所蔵する、 源氏物語の一社本が世に言う伝話物に質問であろうことを前提とした学会報告が上原作数によってなされるなど、いわば再発見されて、以降、ようやくこの社本に関する本格的な研究が始まったと言える。その後、浜橋健一、大内秀則、久保木秀夫らによって本社本の伝来や本文についての極めて詳細な研究が行われるようになり、 源氏物語書本中、研究の進展が最も顕著な写本となった。2008年、弁正出版より、オールカラーの英印並びに本国本が出版されている。現在、写本の現物自体は、母木木巻一条の未東洋大学附属図書館にあることが明らかになっており、これについては2008年11月にオールカラーの成功な英印、本国本も出版され、 その全貌が公開された。また、2005年5月に刊行された、源氏物語別本修正続第一巻にも、東洋大学本としてその行為が収録されている。紀州徳川家が所蔵していた時点では54条、すべて揃っていたが、現在、残りの53条の存在は確認されていない。ただし、久保木秀夫の推定する、高木本数長が現存する。 可能性はある。また武田祐吉らが戦前に写本を調査した際、金子元遠見、低本源氏物語深海に主要な行為を写し取った武田競合本が知られる。ただし、同行合本を室伏慎介が写し取った室伏競合本が、切りつぼ一条のみ現存し、伊藤成がこれに基づく本文分析を行っている。この他に、山岸徳平が、 武田競合本を三谷栄一によって転写させた山岸祭六本を作成しており、これに基づいて自身の論文や自身が編集に携わった島津久本大役源氏物語講話第二巻矢島書房1946年日本古典文学体系源氏物語岩波書店1958年において若干の異文を明らかにしている。ちなみに、 東洋大学像、母木木巻本文は山岸三六本文全12例中11例が一致する。池田機関はこの古写本は鎌倉時代の学者や歌人たちが分担して書いたもので非常に珍しい本文系統のものであった。大和大卓家や奇襲徳川家に伝わった写本のごときは多数の別本を交えた鎌倉期の取り合わせ本であったが、 今その行方を知らないと記している。武田京郷本を三谷栄一によって転写させた山岸祭六本によって本社本の本文を調査した山岸徳平は青表紙本に花肌近いが青表紙本、河内本のいずれにも属さないとして陽明文庫本と並ぶ代表的な別本の一つに挙げていた。しかしこの時山岸が比較の対象とした青表紙本とは 純粋な青表紙本ではなく、河内本や別本からの本文の混入が見られる、江戸時代の半本である、古月章であるなど、現在の研究水準から見るとそのまま採用するには、問題のある内容ではある。同じ、武田教合本から作成された、室伏教合本に基づいて、紀立墓長の本文分析を行った伊藤なりは、この電矢物に筆本の本文の中に、 陽明文庫本の独自異文に近いものがいくつか含まれていることを確認しており、青表紙本、河内本は元より国、冬本、有馬区本、文義製本、魚物本といった、どの主要な古伝本系の別本と比べても陽明文庫本に近いとしている。これに対し東洋大学の所蔵となった母木木巻家を調査した石田城には、 本社本を紹介したレポートの中でその本文を極めて純度の高い青表紙本であると評価している。さらに上原作和は東洋大学所蔵の母木木巻一条のみの分析結果ではあるが本社本を名誉林も本よりもさらに純度の高い青表紙本原本に近い写本でありこれと比べると源氏物語体制以来青表紙本系統の 写本の中で最前本であるとして手本に使われることの多い大島本などは精度の低い原本から離れた写本に過ぎないと評価している。ありがとうございます。